はい、こんにちは、森田祐介です。今回はこちらではなく ENT Effects ブローラ、こちらをご紹介していきたいと思います。ブローラなんですが、今までリリースしてきました1作目のアグレッシブオーバードライブ、そして2作目の真打ちをもとに TS 系やトランスペアレント系といった既存の製品をリスペクトしつつも、そういったジャンルの枠にとらわれない ENT Effects としての代表作を目指して誕生したペダルとなっています。それでは早速サウンドの方を聞いていきたいと思います。どうぞ。早速音を出していきたいと思います。エフェクターは今フェンダーのクリーンにつなげています。センター、フロントと順番にちょっと音出していきますね。すごくフラットに歪んでくれていて、芯がかなり強く残ってるなって印象です。僕は結構テレキャスのセンターポジションにして開放弦が混じるようなコードが好きなんですけど、例えばみたいな音作りとか、このエフェクター結構歪んでくれるんですけど、ちょっとリアポジションにして原因をグッと上げてみます。こんなフレーズとかも楽しめちゃいますね。たくさん表情が出せそうなエフェクターなので、ちょっといろいろギターを変えながら試してみたいと思います。はい、ストラトにしてみました。ちょっとこういう音出していきたいと思います。リアの痛い感じっていうんですかね、こういうのが全然なくて、すごくこう程よいコンプ感っていうんですかね、この感じが気持ちいいですね。ちょっとせっかくなんでストラトのハーフトーンでちょっと原因を少し抑えつつやってみたいと思います。カッティングとか良さそうですね。あとはそうですね、あえて歪ませてみて派手に、耳に痛い感じがなくて、フロントにした時とか、
ポジションにしても耳に痛くなくて、でフロントでこうちょっと甘い感じに弾いてあげても音の芯が残ってるので、すごくこう使いやすいというか、いろんなジャンルに対応できるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今度はレスポールにしてアンプをフェンダーからマーシャルに変えてみました。クリーンこんな感じです。超ロックサウンド。これちょっと弾いてみたいと思います。ちゃんと下も出ててしっかり歪んでくれますね。これにブーストさせていきます。かなりふくよかな音になりましたね。もうこの世の中オーバードライブだらけで、正直このジャンルはかなり沼なんですけど、そんな中 ENT エフェクツは誕生したばかりの国産ブランドでありながらも、コンセプトをしっかり持ってパーツから組み込みの隅々までかなりこだわりを持った製品をすでにいくつかリリースしています。ぜひ一度お手に取ってみてはいかがでしょうか。この動画が参考になりましたらチャンネルの登録・高評価をぜひよろしくお願いいたします。それでは。